はい、はい、じゃあ先生よろしくお願いします。お願いします。はい、最近ですね、はい、YouTube 皆さん多く、はい、見ていただいてるんですけども、はい、結構多い問い合わせとして、うん、ネガティブトレーニング、とかポジティブトレーニングについてですね、うん、どちらがいいのかとか、うん、そういったご質問がありますので、そちらについてちょっとお答えいただきたいと思うんですけども、はい、そもそもネガティブワークとネガティブトレーニングって何なんですか？まず簡単に言いますと、ポジティブワークっていうのはこう上げていくときですね、はい、動作を、はい、でネガティブっていうのは戻すときですね、はい、だからでネガティブを、はい、あの上げるときをネガティブ、下ろすときを上げるときをポジティブ、下ろすときをネガティブと言います。ですから、はい、ポジティブで上げていくときをメインに考えたのをポジティブトレーニングって言って、はい、逆にネガティブってあの戻すときをメインに考えて、例えば耐えるようなトレーニングがネガティブトレーニングっていうんですよね。はい、はい、上げるっていうのは収縮するときを、そうです、収縮するとき、筋肉が収縮していく段階がポジティブ、まあ、はい、こう収縮に向かってってるからポジティブっていう、ネガティブは戻されるっていうことでネガティブっていう、あ、そういうことですよね。はい、なるほど、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。でその中でですね、うん、質問で、はい、北島さんの動画をさせていただいて、はい、速さのこう重要性っていうのが分かりましたが、うん、こうネガティブ時もですね、こう早く戻しちゃっていいものなんですか、うん、っていう質問があるんですけども、はい、まあ、それについてはですね、ネガティブトレーニングっていうのはこう昔は結構取り入れてたんですけども、あの実際僕がアメリカに行って世界のトップの人たちのトレーニングをずっと見て回って、結局その結果ですね、ネガティブワークをトレーニングしてる人ほぼっていうかいないですね。いないんですか？はい、でまあやり方として、あのネガティブをポジティブワークをやった後に最後ネガティブガッて押すような、あのヘビーデューティーっていうやり方もあるんですけど、はい、そこではやったりしますけども、それも僕もやったことがあって、はい、それは結構効果が出るんですけども、最終的にベーシックなあのトレーニングとしては、あのまあどんな一流のトップボディビルダーでもまずポジティブワークのみっていう感じですね。あ、はい、ですから結局僕はもう27年ぐらいトレーニングやってるんですけど、はいはい、まあ、ずっと昔から科学を追い続けていくと、まあ10年経ったら科学全部でたらめって言っていろんな博士が出てきて方法変わったのとか出てくるんですけど、またそれも嘘だったみたいな感じでどんどん変わっていくんですよね。ってことは何が一番信用できるかっていうと、この今のトップの人が何をやってるかってことなんですよ。で、まあ例えばアーノルド・シュワルツェネッガーって有名な俳優さんがいるじゃないですか、州知事だった。あの人はボディビューの6回世界チャンピオンになった有名なボディビューザーなんですけども、はい、あの人が、まあ、トップに君臨したのは、まあ、40年以上前の話なんですけど、はい、40年ぐらい前ですよね、はい、でその当時の感覚っていったら今じゃ笑っちゃうほどデタラメなんですよ、はいはい、でもあの40年前のアーノルドの体って今見てもすごいですよね、ですからあの当時に40年前にタイムスリップした時に、はい、その科学者に聞くのとアーノルドに聞くのどっちがいいかって言ったら、もうアーノルドのトレーニングを真似すればそのまま真似すれば間違いがないわけなんですよ、はい、でってことは今も科学は完璧じゃないですね。でこれから40年経ったらおそらくデタラメだっていう話になると思うんですよね。あ、はい、ってことは今の科学が間違っていることだらけなんですよ、はい、でネガティブワークがどんなにいいって言っても世界のトップの人がネガティブワークをほぼ無視したトレーニングをしてる現状を見ると、はい、やはり言われてるほどネガティブワークには効果がないんじゃないかなっていうのが、でよく科学の実験のデータとか出るんですけども、はい、あの被験対象なんか100や200で大したことないと思うんですよ。しかも期間も1年2年せいぜい多くとってもですね、大した期間取れないはずなんですよね、はい、その実験データと世界中の何億人っていうか、まあ、何兆人にもうあれですよね、年数経ってるんで何十年にもわたって世界中のボディービルダーやアスリートたちがやってきたトレーニング方法のデータっていう方がよっぽど正しいと思うんですよね、はい、もう検証データ数が全然違いますし、しかもあの初心者がちょっと伸びる速度をあの実験データ取ったのと、はい、もう世界一を争っている人のデータっていったら全く別次元だと思うんですよね。結局世界のトップに残れるってことは正しいことをやった人間だけが残ってるわけですから、はい、結局あの理屈を考えても、はい、その世界のトップクラスの人がネガティブをほぼ無視したトレーニングをしてるってことは、
ネガティブワークのトレーニングは、まあ、たまに取り入れることはあっても、ほぼ普段はやってないので、はい、まあ、ポジティブワークの方が筋肉を太くするのにはかなり有効じゃないかなっていうのは、今の現象として、まあ、間違いないって言ってもいいぐらいですよね。実際にそのネガティブワークの効果があるんでしたら、ネガティブワークを重視している人が、はい、世界のトップクラスに、っていうか世界一になっておかしくないはずですから、そういう人たちが勝ててないわけですから、はい、結局ポジティブワークをメインにやっている人たちだけが残っているっていうことは、はい、ネガティブワークだけをやって重視してもそんなに効果がないという言えることですね、はい。まあ、あとはですね、トレーニングって、ね、基地環境を作ってあげることなので、はい、筋肉が必要ですよっていう環境をトレーニングで作ってあげるので、はい、結局たまに嘘じゃないかっていうふうに体が反応した時あるんですよ。バレちゃうんですね、脳に。あ、これは別に必要性ないんじゃないの。そう、そうなんです、はい、それを防ぐためにわざと間違ったトレーニングっていうのもいいんですよね。もう全然理にかなってないトレーニングをたまにやるっていうのは、はい、その体が混乱して、またその仮想の敵が本物か偽物か分かんなくなるんですよ。はいはい、ですから僕は長年何年もまあアメリカにいて、その世界のトップクラスの人が集まるジムで見てた時に、たまにおかしなことをやるんですよ、みんな。理論だってない、そうなんですよ。それはわざとおかしなことをやって体を混乱させてまた効果を出すっていうことで、そういうことは結構やるので、旅行で例えば1週間とか行った人がいるとしますよね、はい、でその時にたまたまその選手のそのトレーニングを見たら、はい、あ、これが正しいトレーニングなんだって勘違いしちゃうこともあると思うんですよね、はいはい、ですからまあ長い間そこにいて見るっていうのはもう大事なことで、そうですよ、ね、はい、1回見ただけじゃ判断できないですね。ですからネガティブワークについてもそうやって反応を変えるためにたまに使ったりするんですけど、ただメインとしてどっちの方が効果的かっていうと、ポジティブワークをメインで考えた方がはるかに効果的っていうのはもう現象から言えることだと思いますね。今のデタラメなトレーニングの話を聞きたいんですけど、はいはい、それって結構どのぐらいのスパンで皆さんやられてたんですか。まあ大体3ヶ月で細胞っていうのは大体全部生まれ変わるので、はい、2、3ヶ月正しいことをやってると大体ちょっと麻痺してくるんですよね、はいはい、ですから 2、3ヶ月に1回、例えば短時間じゃなくて長時間わけのわかんないサーキットみたいなことをやったりとか、はい、あと2日連続全く同じトレーニングやったりとか、はい、人それぞれ方法は違いますけど、いつもと全く違ったことをやるっていうのは結構手法としてかなり高度な手法ですけど、ね、やる人もいますね、まあ、それを1週間ぐらいやる、まあ、いや1回2回ですね。1週間も続けないです、はいはい、まあ、人によってはでも1週間ぐらい間違ったトレーニングをやる人もいますけど、そうやって反応を変えたりするっていうこともありますね。相当レベル高い話、ね、そうですね、はい、今すぐ皆さんがやるっていう、まあ、まずそれは、はい、ないですよね。まあですから、はい、メインがポジティブワークを考えてトレーニングするってことが大事だと思いますね。まあネガティブワークも効果がないわけではないので、うん、その取り入れ方としてはたまに入れたりとか、うん、まああとただちょっと懸念されるのは、ポジティブワークっていうのは怪我の原因になりやすいので、ネガティブ、はい、下ろすときって結構耐えられるので、はい、かなりの負担が人体とかにかかるので、はい、それはちょっと怪我するので、まあ昔からそんなにしょっちゅうやっちゃいけないとは言われてるんですけどね。ですからどっちにしろ毎日できるようなトレーニングではないので、はいはい、まあ、毎日というか毎回できるようなトレーニングではないので、はい、まあ、ポジティブワークがとにかく大事なんですよね。でも使うにしても、まあ、時々刺激、そうですね、まあ、2、3ヶ月に1回とか、はい、まあすごいやりたくてもせいぜい2週間か3週間に1回ぐらいが限界でしょうね。そうするとそれ以上やると人体にも腱とかに、はい、まあ、ある程度筋力が増えてきたらですけどね、はい、まあでもそう、現象としてポジティブワークがメインっていう、もうネガティブをほぼ考えないトレーニングでいいっていうことですね、結果としては。わかりました、はい、ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私の、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録をしていただければ、今後更新されるたびに通知が行くようになってますので、ぜひ登録をお願いいたします。まあ、大体週2回ぐらいの更新はしていますので、そのためにいい情報をお伝えしたいと思います。あとですね、メールマガジンの方もやってまして、メールマガジンの登録をしていただくと、実はこの YouTube では紹介していない実際の実技の動画なんかもちょっと出していたりするので、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いいたします。